今日はジャイナ教とカイソ・マハービーラを解説するぜ。ジャイナ教ってインドの宗教だっけ？ヒンドゥー教は有名だけどジャイナ教はあまり聞かないよね。インドの人口は13億人を超えているがジャイナ教の信者数は450万人ほどだからな。インド以外にはいないのね。ジャイナ教の人が国外に出て仕事をしてたりするけど基本的にはインドローカルの宗教だぜ。さてそんなジャイナ教の開祖がマハービーラだ。まずは開祖のマハービーラを解説した後に教義などについて解説していこう。マハービーラと連呼しているがこれは出家後の名前で本名はバルダマーナという。バルダマーナの生没年は諸説ある。ジャイナ教の説では紀元前599年に生まれ紀元前527年に没したとしている。だが仏典によると釈迦の20歳下とされ釈迦と同時代に活躍したのではないかと考えられている。あれ？釈迦って生没年が諸説あって紀元前7世紀から紀元前5世紀頃の人物なんだよね。なのでよくわからん。というのが結論だ。ただ古代インドの16大国の時代に生まれ自由思想家の一人としてバラモン教を批判したことは事実だぜ。仏教だと六支解道って言うんだよね。バルダマーナの生まれた年は不明だが生まれた国はマガダ国だ。マガダ国はガンジス川中流で鉄や森林資源が豊富で強かったんだよね。そして釈迦と同じようにクシャトリア階級に生まれた。じゃあ王子様？王子と言ってよいかわからないが豪族の長の元に生まれたようだ。バルダマーナの両親はニガンタ派と呼ばれるジャイナ教の前身の宗派を信仰していた。ニガンタ派？当時の主流だったバラモン教とは違う教義を持っていた集団だ。バルダマーナはジャイナ教の開祖とされるがニガンタ派の改革者という側面も合わせ持つ。ジャイナ教の伝説ではバルダマーナを含めて24人のティールタンカラが出現したという。ティールタンカラ？ティールタンカラはジャイナ教で救済者を表す。24人のティールタンカラが現れたとされるがそのうち22人は伝説上の人物だとされている。ほとんど伝説じゃない。22番目のネイミはクリシュナのいとこなんだぞ。最強の仲間。じゃなくて神話と繋がってるのね。だが23番目のパールシュバは歴史上の人物だとされている。パールシュバの生没年ははっきりとわかっておらず、どのような生涯を送ったのかもよくわからない。何にもわからないじゃない。仏典には4つの教えを守るニガンタ派の記述があり、非殺生、非妄語、非欲求、他に与えないという4つの戒律はパールシュバのものではないかと考えられている。そして24番目、最後のティールタンカラである。バルダマーナがパールシュバの教義を改革しジャイナ教を創始したんだ。さてそんなバルダマーナの若い頃は普通に豪族の子として過ごしていた。高貴な血筋のお嫁さんをもらって一条も受けたという。豪族の王子としてはまあ、スタンダードね。両親と同じようにニガンタ派の教義に関心を持ち瞑想に励んでいたという。だが30歳の時、両親と死別したことをきっかけに全財産を投げ打ち出家してしまう。スタンダードからハードモードになった。そして13ヶ月の供養の末衣服と履物を投げ捨てすっぽんぽんになった。これがニガンタ派最初の改革となった。すっぽんぽんが改革？っていうかなんで脱いだの？教義は後で解説するが無所有という戒律につながっているんだ。服も所有しないってことね。ってそこまで徹底するの？そして羅行のまま12年間激しい供養と瞑想を続け樹林美化のサラ僧侶の下で真理を悟ったんだ。真理を悟ったバルダマーナは勝利者イコールジナとなった。ジャイナ教徒はこのジナから来ているんだ。そしてバルダマーナは弟子たちから偉大な勇者を意味するマハービーラと呼ばれるようになるんだ。なのでここからはバルダマーナをマハービーラと呼ぶぜ。ジナとなったマハービーラは以降30年間裸で教えを広めた。裸で？特に地元のバイシャーリー地方では多くの信徒を獲得したぜ。嘘？ベーダの権威やバルナの階級を否定したからな。裸で説得してくる人の方が階級制度より良かったってことね。そういう捉え方もあるか。もともと地元では高貴な家の出だから王からも便宜を図ってもらったり、教えの内容も世界観がきちんとしていたから信じる人は多かったんだぜ。マハービーラは裸で過ごしていることからわかるように実践を重んじた。そうだった。無所有よね。そう。同時代の思想家たちもマハービーラと同じようにベーダの教えを否定していたんだが、マハービーラのようにわかりやすい実践がなかったんだ。わかりやすすぎるのも問題なのでは。説得力が違うだろ。確かにそうかもしれないけど、冬でも裸だぞ。参りました。それは供養だわ。このように教えを広めつつ実践していたマハービーラに最後が訪れる。72歳の時に断食をしたまま亡くなったという。ジャイナ教ではマハービーラは涅槃に行ったとして祝日となっているぜ。修行が完成して下脱したってことね。マハービーラの教えは分派しながらも現代まで続いている。ジャイナ教の哲学は形而上学、存在論、認識論、神学など多岐にわたる。その哲学は仏教やヒンドゥー教と影響を与え合って発展してきたんだが、
この動画で全てを語るには膨大な量であるため競技などに絞って解説していこう。まずは誤解だ。不摂生括弧は貧乏、真実語、不当、不因、無所有の5つだ。この中で重要なのが不摂生と無所有だ。もともと不摂生はアーリア人がインドに来る前からの思想だったと言われている。それをベーダの宗教に取り込んだためジャイナ教はもちろん、仏教やヒンドゥー教にも不摂生の教えがある。その中でもジャイナ教の不摂生は徹底している。マハービーラは全ての生き物枠を憎むものとし、生き物を殺せば憎しみは殺したものに降りかかるとした。ジャイナ教はベーダの宗教と同じように魂の輪廻を肯定している。魂は地水化風と植物、動物の6種類に宿るとした。その6つが魂を持ってるから殺しちゃダメってこと？地水化風はちょっとわからないけど植物と動物がダメって食べ物はどうしてるの？葉物野菜、豆類は OK だ。あとは？以上だ。ビーガンどころの騒ぎじゃなかった。ここまで厳格に守っている人はそれほど多くはいないと思う。そりゃ死んじゃうからね。だが修行者は口を覆う布や水をこす布は必須だという。口を覆う布は虫が口に入って殺してしまわないように覆うんだ。虫も殺しちゃダメなのね。水をこすってどういうこと？聞いてしまうか？欧州畜生エピソードを。なんとなく想像つくけどお願いします。インドに来たイエズス会士がジャイナ教の教義を聞き殺生してはいけないことを知った。そこでそいつはジャイナ教徒に水を顕微鏡で覗かせた。あ。そのジャイナ教徒は水の中にたくさんの微生物がいることを知り水を飲めなくなってしまった。そして微生物を殺してしまうくらいなら水を飲まないことを選び衰弱死してしまったんだ。やっぱり畜生エピソードだった。微生物を取り除くために水を布でろ過するのね。完全な不摂生というのは難しいが可能な限り気を配るんだ。憎しみが降りかかっちゃうもんね。次は無所有だ。すっぽんぽん。腰巻きぐらいしてると思ってた。現在は必ずしも全て脱ぐ必要はないんだが、所有とは欲求の表れであり、欲求によって行為は誘引され、行為をすることで摂生することになる。不摂生を守れなくなってしまうのね。所有が根本的な原因だから全て捨てないといけないってことなのね。衣服のような物質的なものばかりでなく家族や友人などの人間関係など、物心問わず欲求につながるものや狩猟に不必要なものも所有しちゃダメだぜ。大丈夫。裸で狩猟するって言った時点で親戚や友達は離れていくから、寂しいこと言うなよ。裸養はジャイナ教の狩猟の理想なんだぜ。裸養で供養することで魂の汚れを落としていくという考えなんだ。魂の汚れ？前世のカルマや根性での殺生で魂は汚れてしまうんだ。その汚れを供養によって落とす。供養の中でも断食は重視されていて下脱するには断食によって身体すら捨てるんだ。マハービーラも断食の末亡くなったのはそういう理由なのね。さて誤解の残りの3つは真実語、不当、不因だ。真実語は不毛語ともいい嘘をつかないことだ。不当は不予得ともいい人のものを取らないことだ。不因はエッチなことをしないことだ。在家信者は伴侶とならいいぞ。残りの3つはあっさりね。字面でなんとなくわかるだろ？お次は相対主義だ。古代ギリシアの相対主義だとプロタゴラスがいるね。プロタゴラスは人間は万物の尺度であるの言葉が表すように、人それぞれの尺度があるのだから絶対的な知識、道徳、価値は存在しないとした。マハービーラの相対主義はちょっと違う。インド発祥の寓話に群毛像を表すという話がある。盲目の人が数人集まり像の一部を触って感想を語り合う話だ。目の見えない人が大きな像を触るからその人によって感想が違うってことね。そういうことだ。この話はジャイナ教はもちろん仏教やヒンドゥー教、イスラームの思想が入ることで物語が異なってくる。ジャイナ教に伝わる話はこうだ。王は6人の盲人を集め像を触らせそれが何か聞いた。足、お、鼻、耳、腹、牙を各人が触りそれぞれが感じたことを王に答えた。それを聞いた王は答えた。みんな、正しいと。皆の答えが食い違っているのは像の異なる部分を触っているからであり、像は皆の答えの全てを持っているのだと諭した。名君現る。偶話だから実在の君主じゃないと思うぜ。これはジャイナ教の相対主義を端的に表した話なんだ。バルダマーナは真理は多様に言い表せるとした。そのため異なる信念を持つ者たちが互いの意見を尊重することで共存していくことを説いたんだ。バルダマーナの相対主義の方がプロタゴラスのよりもいいわ。バルダマーナの相対主義はかなり洗練されてるからな。言葉にも気を配っていてこれだ、これではないという言い方ではなく、ある点からするとという言葉を枕にするんだ。つまりバルダマーナの相対主義は独断を避けているのが特徴なんだ。独断を避ける？モンテーニョと一緒じゃない。モンテーニョはどうやって独断を避けたか覚えてるか？クセジュ、我何をかしる、会議論ね。その会議論はピュロンから来ているんだぜ。
そしてピュロンはアレクサンダー大王の統制についていき、ペルシアではマギ、インドでは裸の賢者から学んだ。すっぽんぽーん。裸の賢者がジャイナ教徒とは伝わっていないが、こういったつながりがあるかもって想像すると面白いだろ。巡り巡ってインドからフランスまで行ったのね。最後は男女平等の思想だ。マハービーラは男女ともに下脱できるとしたぜ。これはバラモン教と大きく違う点なんだ。バラモン教ではシュードラのような霊族民は宗教の拉致害に置かれたが、女性についてはアーリア人であろうが女性というだけで同様に宗教の拉致害に置かれていた。しかし階級制といい色々言いたくなる宗教ね。だからこそ裸で修行しないといけないのに、ジャイナ教には未僧や女性信者も多くいたみたいだぜ。羞恥心か人として扱ってもらえるかってことね。最後にマハービーラ没後から現在までのジャイナ教について軽く触れておこう。ジャイナ教はマハービーラ存命中から王の庇護を受けることができたので拡大していった。マウリア教の初代チャンドラグプタ王の時もジャイナ教は庇護を受け一層の拡大を見たが、一世紀頃に白衣派と羅陽派に分派してしまう。白衣派は女性の着衣を認め、羅陽派は無所有に反するとして羅陽を厳守し、羅陽のできない女性の下脱を認めなかった。いずれその問題にぶち当たると思ったわ。その後白衣派羅陽派ともに細かく分派していくが大元となる教えはあまり変わらない。ジャイナ教は多くのシュードラに受け入れられた。バラモン教じゃ救われないもんね。現在、ジャイナ教の多くの人々は商業に従事している。カーストなの？いや、厳格な不摂生の戒律があるため農業ができないんだ。だがインド全体がジャーティ外の結婚を認めないから、ジャイナ教とはジャイナ教徒同士で結婚するし仕事も商業メインなので、一種のカーストのようになっているんだ。ジャイナ商人という言葉もあり商売はうまいみたいでお金持ちも多いらしいぜ。お金持ち。でも戒律が厳しい。ジャイナ教とマハービーラの解説は以上だ。チキン結果好きな方はチャンネル登録をお願いします。毎朝タンドールでナンを焼いてる人はいいねやコメントもしてくれぜ。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。